んにちは、元サイクル大学の元です。このチャンネルでは元教習指導員という経験から得たバイクの楽しみ方や安全運転についてのちょっと役立つワンポイントアドバイスを毎週10分程度でお伝えさせていただいております。今回は教習指導員でも捕まったことがある要注意な違反についてお話しさせていただきます。よろしければお付き合いください。私がですね、最も気をつけている違反、標識なんですけど、それが実はもう目の前にありまして、この左手に見える、この標識です。ね、ちょっとあの場所で止まってお話をするわけにはいかないので、ちょっとまあ写真を撮りましたので、この標識なんですけど、上のあの青い部分がですね、指定方向外進行禁止っていう標識で、下に書いてた数字ですね、あれがですね補助標識っていう形になります。実はですね、補助標識に注意をしています。時間ですね、7から9っていう数字が書いているんですけど、これはですね、朝の7時から9時の間は交差点の右折ができないっていう、そういった意味になるんですけど、やっぱりね、怖いのがですね、ツーリングなんかで初めての道をね通っている時に今の標識が出てきた場合が要注意なんですね。例えばそのツーリング先で、ね、次の交差点、右折しないといけないというのが分かっていて、ね、頭の中で右折右折っていうのをこうしっかり叩き込んでおいてですね、で今の標識がパッと出てきた時に補助標識の書かれている内容がしっかり読み取れていればそれは問題ないんですよね。ただあれ、なんか書いてたなってなった場合が要注意なんです。なんか書いてたなと思って、もうね、じっくり考えてる時間っていうのもないので、そのまま右折をしていってですね、警察官の方が立っていたら、かなり高い確率でそのまま呼び止められて、今の交差点右折できないんですよって言われてしまったら、もう捕まってしまうことになるんですね。これがね本当に怖いです。実際私が指導員をしていた時に、後輩の指導員がね、一人だけじゃないですよ、数名の指導員が、この違反ですね、右折をしてはいけない時間帯に、右折をしてしまって、で警察官が立っていて捕まったっていうのを、聞きました。もうすごい短い時間でこう判断をしないといけないっていうところがあるので、あれ何って書いてたかな、どうだったかなって言ってる間にもうね右折をしてしまってたら、もうどうすることもできないんですよね。この点がね本当に怖い点だと思っています。今回はですね、教習指導員でも捕まったことがある要注意な違反、標識のことをお話しさせていただきました。補助標識にね書かれている数字が、毎回ですね確実にバシッとこう見えれば、
違反をすることも、まあ、ないわけなんですけど、まあ、私自身もですね、やっぱりこう走行してて補助標識を見たときに、あれ何って書いてたかな、まあ、おそらく7時から9時までって書いてたはずだけどってなることやっぱり あります、正直。でそうなった時にですね、その後の対応ですよね、まあ、多分大丈夫だろうって言って曲がっていってしまった時にですね、違反をしてしまってるってことになるとね、やっぱり後からまあ後悔することになってしまうので、今回ですね、お伝えさせていただいた内容がですね、少しでも参考になりましたら、幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。モトサイクル大学では教習指導員20年の経験からバイクの免許運転に関するお役立ち情報を発信しております。現在バイクに関する質問を大募集しております。いただいたご質問は YouTube で動画にしてお答えさせていただきます。お気軽にご質問ください。ご質問は Twitter の DM からお願いいたします。皆様からのご質問をお待ちしております。